皆さんどうもこんにちは。2019年も2月に入り、これから新学期が始まったり、新たな環境へと移る方も多いことでしょう。ということで今回は、これから新学期や新しい学生ライフを始める方たちに向けて、現代において教育とは何かを考え、自分の伸ばしたい能力をどうしたら明確にできるかまとめてみたのでシェアしていきたいと思います。それではどうぞ。そもそも学校とは何なのか。教育について考えるとき、まず初めに理解しなければいけないポイントがその機能です。例えば1000年前はまだ科学は存在しておらず、世の中の事柄はすべて神様の意思によって存在していると多くの文明は思っていました。当時の教育は神の意思を示した書物を学ぶことであり、これをより深く頭に入っている人が偉いとされました。キリスト教であれば聖書、イスラム教であればコーラン、神道であれば古事記、儒教であれば論語などです。当時の教育の機能は、神様の教えを学び、教えを学んだ者たちが大衆をまとめ、社会を形成していました。それから時が過ぎ、サイエンス、科学が誕生しました。科学の始まりは、神様を正当化するために始まったと言われていますが、研究を重ねていくうちに、どんどん宗教的書物を言っていることとは違う結論にたどり着くようになりました。この時代は The Enlightenment Age、 啓蒙時代と呼ばれていましたが、当時は教育を受けられる人たちは限られており、上流階級の人たちの特権でした。しかしこれはある革命によって変わります。世の中の仕組みを理解するには、宗教より科学の方が精度が圧倒的に高く、科学の発展とともに様々なテクノロジーが生まれ、社会に応用されました。そして1760年、産業革命が起こりました。自動で動く機械、鉄の活用、化学製品の誕生により、労働階級は畑を耕すよりも工場で働く方がお金が稼げるゆえに、都心に集まり仕事を求めました。そんな中、工場や製鉄会社などのオーナーはもちろん上流階級出身者であり、彼らは労働者を教育し生産効率を上げようと思い、そこから労働者階級への公教育が始まったのです。つまり公教育の起源は、生産率を上げて資本家たちがより儲けるための教育にあるのです。個人の頭の中を豊かにするのを目的とするのではなく、工場でいかに効率的に多くの価値を埋める人材を育てるかが目的でした。そして現代の教育はこのシステムを今も変わらず使っているのです。生徒をまるで車の生産ラインのように年式でくくり、理系、文系などと学部という部門ごとに分け、暗記、記憶能力を重要視する試験で個人の能力を測る現代の教育システムは、250年以上前の産業革命時代に生まれたシステムとあまり変わらないのです。もし当時の教育を受けた労働者が現代にタイムワープしてきたら、ほとんどのことは認識、理解できず困惑するはずです。 YouTube、Facebook、スマートフォン、仮想通貨、インターネット、現代人にとっては当たり前と言っていいものが全く理解できない中、学校の教育システムには大きな安心感、親しみを感じることでしょう。それくらい現代の教育は進化しておらず、今の時代に合っていないのが現状なのです。それでは現代の教育とは何なのか。現代の教育は現代社会で機能するものでなければいけません。それでは今のままの教育でいいのではと疑問に思う方がいるかもしれませんが、本当にそうでしょうか。テクノロジーは年々飛躍し、近いうちには今ある作業はほとんど機械ができるようになると言われています。結果、仕事を効率よくこなすために作られた今のままの教育システムは、これから社会的機能を果たさなくなる可能性が高い上、今の教育のままではいいと思いません。それでは今の時代にあった現代教育とは何なのか。世界的ベストセラー作家であるユバル・ノア・ハラリ氏は、現代の教育には4つの項目があると言っています。1つ目はクリティカル・ティンキング。あらゆる物事の問題を特定し、適切に分析することによって最適解にたどり着くための思考法、クリティカル・ティンキングを鍛えることです。物事を分析するにはできるだけ多くの情報が必要ですが、
情報社会によって情報過多を起こしている時代だからこそ、的確かつ正確な情報をまとめ分析する必要があります。多くの情報を吸収し論文などでアウトプットする能力を鍛える大学教育は、クリティカルティンキング能力を上げるのに最適な環境ですね。2つ目がコーペレーション、協力能力を鍛えること。人類が地球上の食物連鎖のトップに立てた大きな理由は、複雑に協力することができたからです。もしあなたとチンパンジーが別々の無人島に流され、生き延びなければいけないとなった時、高確率でチンパンジーが生き残ることでしょう。人間は個人プレイよりも複数で協力プレイをする方が圧倒的に力を発揮する動物です。ということは、人間である以上、協力する能力はこれらの時代において非常に大切なスキルであり、多くの人間が集まる学校はこのスキルを磨くにもってこいの環境ですね。3つ目はコミュニケーション。先ほど協力について話しましたが、チンパンジーやゾウ、イルカやハチも群れをなし協力し合います。なのになぜ人間はここまで来れたのか。それは他の動物と比べて複雑な情報伝達を行うことができたからです。人間は言葉、文字、音楽、絵、映像などを駆使し、さまざまな形で複雑なコミュニケーションを取ることができます。この能力を鍛える教育は、人類の進化において今後も必要となるのは間違いありません。そして最後に4つ目は、クリエイティビティ、創造力です。産業革命は作業をこなすことが重要であり、大衆の創造力はそこまで重要ではありませんでした。現代はそうではありません。価値を個人個人が生み出さなければいけませんし、そのツールは先進国に住んでいるなら世界中のどこよりも揃っています。しかし、その能力を養う環境が整っているかは難しいところです。世界で最も創造力のある人たちは子供たちだとよく言われています。ということは、創造力はもともと内在的に存在しているのですが、人間をある型にはめることで抑え込んだり閉ざしてしまっています。1000年前に生きていた若者は過去の生き方を真似し、型にはまって生きていればよかったのです。彼が50年後に生きる世界はほとんど変わることがなかったからです。しかし、今から50年後、世界はどうなっているでしょうか。それは誰にも分かりません。なぜなら、近年さまざまな変化が頻繁に起こっており、これからもその流れは続くからです。そういう時代に生きているからこそ、従来の賞味期限の切れた教育システムに流されて学校に行くのではなく、目的を持ち、柔軟かつ多様的に創造力を解放する教育を受けることが重要なのかもしれません。それは意識を変えるだけで十分実現可能なんです。最後になりますが、私たちは学校に行くなと言ってるわけではありません。大学はハラリ氏が説く4つの項目を育むチャンスにあふれた環境です。そして、教育は人間の権利であり、知識はお金よりも自分を豊かにしてくれる最高の資産です。だからこそ、教育、知識、知恵に対する原則をしっかり磨く必要があり、考える必要があります。1983年にハーバード大学の教育博士ハワード・ガーデナー氏は、人間に8種類のインテリジェンスがあるという理論を立てました。長くなるので今回は紹介しませんが、 Multiple Intelligences と調べれば詳しく出てきますので、もし興味がありましたらぜひ調べてみてください。今回の動画が自分の伸ばしたい能力を明確化し、より教育に対する意識が少しでも上がる手助けとなったら、私たちは最高にハッピーです。学びは死ぬまで終わりません。これからどんどん学んで成長して価値を生んでいきましょう。それでは皆さん、 See you next time!